これよりメッセージをいただいていますので一人一人読ませていただきます。次は鈴木つね子さんです。メッセージを読ませていただきます。カラオケを始めて9年目に入りました。金沢先生は歌はもちろんのこと、心の持ち方やいろんな面で一生懸命教えてくださっています。今日のこの日も参加することができなかったのですが、先生のお力添えをいただき、この舞台で歌うことができ本当に感謝しております。これからも健康維持のため頑張っていきたいと思います。鈴木つね子さんでエリシを歌います。皆様拍手を持ってお迎えくださいませ。